ちょっとおすすめ、たけるくんのコーナー。いや、例えば蜂蜜、抹茶、いちごジャム、塩的なものだったらどうしよう。油揚げの中にいちごジャムつけるじゃん。上から生クリームをのせるのね。クッキーを少しだけ、それをたけさんが食べる。やべえ、お願い、いやお願い、お願い、食べて、助けて。